さあ皆さんこんにちは。今日はですね、なんとあのチャンネルアイランドジャパンの岡島さんが久々に遊びに来てくれました。こんにちは。岡島さんこんにちは。こんにちは。久しぶりです。お久しぶりです。すごくお忙しそうなんですけども、岡島さん、ようやく来ていただきましたね。はい、久しぶりにちょっとモデル設備をしたいと。ありがとうございます。はい、でちょっと気になっていたのが、最近すごく聞かれるこのハッピーです。ハッピーですね。ついに入ってきましたけど、これはもうあのブリットメリックが、このボードを乗るとみんながハッピーになるっていう意味合いもあって、そうなんですね。みんなを幸せにしちゃう、魔法のボード。チームライダーがテストした中で、やっぱりみんな言葉がすごく、パフォーマンスなんですけど、楽しい楽しいって言葉があって、そこからの Be Happy ってあの言葉を使いながらハッピーってモデルにしようっていうのから始まりました。そういう意味だったんですね。はい、すごい楽しそうな板ですね。じゃあちょっと解説してください。そうですね、あのこのハッピーすごい楽しいモデルではあるんですけど、今うちの機にねの中の、パフォーマンスボード、コンペを目指すパフォーマンスボードの中では一番アグレッシブな動きができるボードになってます。ですよね。その噂をすごく聞いていて、カイト君が乗ったりとか、ね、いろんなプロ選手が乗ってすごく評判がいいんですけれども、その理由をちょっと明らかにしていただけますか。DFR とか、ルーク15に比べるとボリューム感は出てます。はい、でしっかりノーズロッカー、テールロッカーも、付いてますし、やっぱりロッカー、ノーズロッカーと、テールロッカーあることによって波の厳しいポジションの板の上がりとか、あと耐える、力とかっていうのが、あります。なるほど。そして、しっかりとあんまりベタッとしたテーパーではなく、ミディアム、テーパーよりも少しボリューム感のある、ミディアムボクシーみたいな形にしてあります。そうなんですね。でそれで、ノーズの肉はしっかり取ってあって、あとは、ボトム形状に関しては、コンケーブが、早くノーズの位置からしっかりシングルコンケーブが入ってまして、特にこのフィン周りの部分ですね、この部分には深いシングルコンケーブになって、テールはフラットアウトになってます。そうなんですね。水を集めてスピードを出して、しっかりフィン周りのところで水の力をホールして、このフラットアウトによって波に入りつくスピードっていうのが、あります。なるほど。で豊田さん、見ていただきたいんですけど、片っぽだけブルーになってますよね、テールの部分の。そうなんです。これなんだか僕ちょっとわからなかったんです。勉強不足で。こういうように教えてください。テールパッチが、入っているボードが多いんですけど、テールをしっかりやっぱりこうサーフボードの一番ガンと言われる場所で、一番みんなが力が入れてへこみそうですよ、するところです。で、トラクションパッドをつけたりとか補強したりするんですけど、逆にハッピーの場合はテールが、他のモデルに比べて少しテールは薄くなってます。そうですよね。ちょっと薄めですよね、テールが。かなり薄くなってます。でこの薄さをなぜ薄くしたかっていうと、テールのフレックス性を出すために、テールを薄くしてあります。そうなんですね。しなるイメージなんだ。そうですね。でよりテールのしなりを出すために、これハッピーパッチって言い方をするんですけど、ハッピーパッチ、これは標準でついてます、ハッピーには、必ず。そうなんです。ここはブルーで、この部分がこれエスクロスが貼ってあります。でこっち側にもこれ透明なんですけど、同じように大きさでエスクロスが貼ってあります。あ、実は入ってるんですね。はい、両方に入ってますので、この押さえた時に、テールを押さえた時にこの部分が力が強いことによって、テールのエンドと、テールから前の部分がしっかりしなってくれる。そうなんですか。テールを当て込んで蹴った時にサーフボード自体がグッとしなってくれるっていう特徴になってます。すごい、そんな秘密があるんだ。これでみんなこっちしか入ってないなと思う方もいるんですけど、そう思いました。両方もともとはね、クリアで入ったんですけど、入ってるんですね。やっぱりアメリカ人のそこの遊び心で、だったらどうせクリアで入れるんだったら片っぽ色つけてみようかっていうのの始まりで。そうだったんですね。はい、ここにはエスクロスが両方入ってます。おしゃれですね、遊び心が。で基本的に全て右側に入ってますので、ハッピーをオーダーした方、クソックボードもそうなんですけど、カスタムオーダーでも必ずこのハッピーパッチっていうのは標準装備になってますので、で逆にハッピーモデルに関してはカーボンパッチとか、あとカーボンシートとか、あと柄のヒットパッチとかっていうのは、あとはこれがなしっていうのは NG になってます。このハッピーパッチを入れることによって、このハッピーの性能がさらに上がります。へえ、そういう関連性があるんですね。はい、
そんな秘密があるんです皆さん、はい、すごいですね。今のチームライダーではインターナショナル含めて、はい、先ほどの大橋海人君とか、はい、のあの、ま、大野正俊とか、はい、田中秀吉、うん、もうみんな競技では今ハッピーをすごい使ってる。そうそうたるメンバー、あとインターナショナルのライダーも、かなり大きい財布の時とか、あとは波の力があるところとかは結構このハッピーなモデルを使ってます。そうなんですか、はい、それはやっぱりそれだけパフォーマンス性が高いということですか。そうですね、去年の秋ぐらいにもウェブプールでこのハッピーを出すときに、はい、うちのチームライダーの、イズキルローとか、はい、コナーコフィン、あとレイキー・ピーターソン、あとフランスのジョアンナ、そしてソリベリー、オーストラリアのソリベリーの5人とブリッド・メリックでハッピーのテストをして、で、この商品化されたっていうの話もあります。そうなんですね、はい、ケリーズウェーブで力があるウェーブプールでこの最終的なテストをした。あ、はい、そういうことなんですね、はい、すごいな。かなりね、今年のコンペシーン、シーンでも、多くのサーファーが、使われると思いますので、他のプロライダーとかも結構このハッピーのオーダー、去年の暮れから増えてます。そうなんですよね、はい、すごく注目されてるというか問い合わせが多いボードです、はい、皆さん今年はこれを1本オールラウンドに持っていれば間違いないということですね。そうですね、コンペサーファーにはもう必需品になるモデルだと思います。そうですよね、はい、すごいな。で、さん、はい、うちのモデルはですね、うん、このハッピーの他に、去年一昨年と人気だったこちらのフィーバー。そうなんです、このフィーバーちゃんもすごく売れてて足りないんですけど、フィーバーですね、はい、でフィーバーと、あとはオーソドックスなラインで一昨年発売になったオージーフライヤー。そうなんです、これも未だに爆発的売れていて、はい、チャムライランズではもうフライヤーっていうのがもう一番ベストセラーのボードで、うん、シェイパーの中でもやっぱりチャネルアイランズのシェイパーになるのはこのフライヤーが削れなければシェイパーになれないっていうほど、アルメリックさんがすごくこだわるボードです。へー、で一昨年出た時にはこの OG フライヤーの意味は、うん、O、 アルファベットの岡島の O ですね、はい、でジャイアンツの G、うん、で OG フライヤー、うん、オリジナルフライヤーっていう意味で、もともとの元祖フライヤーを、うん、さらに今風 の、 2000年代のモデルにしたフライヤーがこの OG フライヤーですよね、はい、うん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 、でこの3つを、なぜこの2つを今回取り上げたかっていうと、はい、このハッピーがもうハイパフォーマンスモード、はいはいはい、その中でビーチブレイク、うん、力がない湘南の大会とか、あとは千葉の温床の時とか、はい、そういったあと伊勢とかありますね、ああいう力がないビーチブレイクの時のパフォーマンス性を上げるためにはこのフィーバーがすごく人気です。そうなんですね、はい、分かりやすいな、そういうことなんですね。こちらに大きな写真がありますけど、はい、このタナー・グダスカスのお兄さんのパッド・グダスカスが考案したモデルであって、はい、このモデルはハッピーに比べるとロッカーを少し押さえてあってコンケープも薄めの設定になってます。そうなんですね、はい、でもちろんフラットアウトになってますので、はい、このモデルに関しては特にインターナショナルでも女子のサーファーがすごい力がないサーファーでもすごく使えるパフォーマンスボードで、ビーチブレイクではこのボードすごく使われますね。なるほど。で面白い話が、田中秀吉プロとかも、はい、フィーバーを作った時に、はい、千葉の JPSA の一昨年かな、うん、の最終戦で、まあチョイスした長さがこのフィーバーだったんですよ。下ろした時にすごくビーチブレイクにはもうマッチして、それから彼はもうすごくフィーバーを使いますね。へえ、はい、すごい競技をバリバリ競技の方ではない方でもパフォーマンスを上げたい、うん、でビーチブレイクでよくサーフィンする方にはこのフィーバーはすごくおすすめです。へえ、そうなんですね。あとはちょっと短くして、はい、女性のサーファーとかに、もおすすめできるものですね。なるほど、はい。それで、まあ、ハイパフォーマンス、パフォーマンスときて、うん、はい、オールラウンドにも使えますけどパフォーマンスでも使えるモデルがこの OG フライヤーなんです。うーん、 OG フライヤー、はい、まあ、もちろん先ほども言いましたけどもフライヤーを今風に改良したモデルで、うん、すごくチャネルアイランズの中ではベストセラーで、うん、この1本あればすごくいろんなシチュエーションでもサーフィンが楽しめるボードです。ロッカーも押さえてます。テールのロッカーも押さえてあって、テールの幅もしっかりあります。で、しっかりとしたレール、
そしてあのノーズに対してもしっかりしたボリューム、はい、ハッピーとかフィーバーに比べるとノーズのボリュームがしっかりあります。そうですよね、違いますよね、はい、浮力が。でノーズがボリュームがあることによって、はい、テイクオフの時の落ちるスピードが速くなるので、うん、あの通常のパフォーマンスボードよりも若干早い段階で、テイクオフができるボードになっています。そういうことなんですね、はい、でまたこのボリューム感があることによって、うん、ありますよね、浮力も増してますし、はい、あとは大野正俊は結構この、OG ファイヤー大好きなんですけど、そうなんですか、このボリューム感をしっかりレール入れた反発によって力がない波の時でも、スピードが上がります。なるほど。一番のこのフライヤーの特徴は、はい、これはあの元祖フライヤー、ニューフライヤー、この OG フライヤーにも共通するところなんですけど、うん、はい、このアウトラインからこう見てくださいね、このソフトウィング、少しガクッとウィングなんで、ソフトウィングからこのストレートライン、はい、この部分がストレートになってます、はい、これがあのメリックヒップって言い方をするんですけど、はい、この、このストレートラインのソフトウィングがあることによって、こういうあの若干もっさりしたボードでもターンをした時にこのストレートラインでスピードが出ます。ボトムターンとかトップターンとかのスピードがスムーズになりますし、技量のある方に関してはレールを沈めることによってドライブ感が増すボードになっています。メリックヒップ。そうですね。すごいね。これがあのもう本当にチャネルアイランズの中、アルさんが世界中に、みんな、シェーパーに影響を与えたこの形ですね。ですよね、はい。すごい名作が。これ本当に未だに売れてるんですよね。そうですね、あの僕もこれあの、はい、5、これ今持ってるのが510ですけど、うん、自分が持ってるのが511と58と、実は2本持ってるんですよ。そうなんですか。はい、あのちょっとあの波のサイズによって、使い分けてますし、岡島さんが2本持ち2なんてそれほど乗りやすい板なんですね。いやこれは本当にもうスムーズに、あのいろんな方に勧められるボードですね。いいな、楽しみ。先ほどのフィーバーと同様に、はい、あの56とか57台であれば、うん、あの力がない女性の方でも、うん、しっかりあのテイクオフができるボードであります。これですね。そうするとこのパフォーマンス系が3モデル充実のラインナップで、一番あのもうパフォーマンスをバキバキに決めたい方だったらハッピー、はい、勝負ボードですね、はい、そうですね。であとは力がない波とか、はい、パフォーマンス性も若干持ちながら、安定感も持ちたいサーファーであればフィーバー。なるほど、ね、で安定感重視でパフォーマンスも持ちたいサーファーであれば、うん、この OG フライヤーがおすすめです。自分なんかじゃあ OG フライヤーだな、はい、若干この3つとも長さがしっかり取れますんで、はい、うちのモデルの中のサンプラーとかニューフライヤーに比べると短く設定するボードではあるんですけど、うん、この3つのモデルになるとしっかり長さが出てるんで。そうですよね、はい、全体的に長さが長めですよね。そうですね、はい、もうちょっと時代もそういうボードが増えてきてるんですか。そうですね、あとはじゃあ長さがある分あの大きい波とかもですよね、対応できますんで本当安心になりますよね、はい。ぜひあの、ね、実際お店に来ていただいて、はい、あのスタッフの方とお話しながら決めていただければと思います、うん、あ嬉しい一言ありがとうございます、はい、今日はですねこの日本のチャンネルアイランドを知り尽くしている男岡島さんが来てもらいました。岡島さん今日もありがとうございました。また教えてください。ありがとうございます。岡島さんシリーズ好評です。ありがとうございます。はい、失礼します。